今回は千里川を下るをお届けします。千里川とは箕面市の山間を源流とする川で、稲川の支流となります。私は子供の頃この辺りに住んでいたのですが、千里川が氾濫したことを覚えています。暴れ川というイメージを持つ川でもあります。今回のスタート地点は箕面有料道路の入り口から東に少し行ったところになります。偶然ですが、この地点は一条アルチメイトファクトリーというお店があります。そして今回このお店の店長のご厚意で外観をご説明できることになりました。一条アルチメイトファクトリーとはスポーツ系の自転車のお店で、主にトレックというブランドを扱ってみます。通りから見るととても洒落た雰囲気を醸し出す外観となっています。最近の自転車屋さんというのは、町の昔の個人商店とは一線を画するようになっているのですね。お店の中にはロードバイク、マウンテンバイク、クロスバイクをはじめ、自転車用の小物類などが多数展示されています。トレックというブランドですが、ツール・ド・フランスにおいて常に上位を占めるチームであり、自転車業界の中ではトップブランドの一つと言えます。道路の反対側には広い駐車場があり、こちら側の玄関からも入店することができます。道路側には休憩スペースがあり、ゆっくりできるように配慮されていました。そろそろ出発しましょう。店長さん、ありがとうございました。ロードバイクは日本ではマイナーなスポーツでしたが、最近はかなり市民権を得ているように思います。お近くの方は気軽に見学だけでもされたらいかがでしょうか。機能美あふれたエアロな形状は絶品と言えます。さて、千里川を下っていきましょう。この付近から川沿いを下るのにはしばらく荒れた道を走ることになります。この写真からもわかるように、お店のすぐ西側に千里川が流れていることがわかると思います。では今回の千里川を下るの前半コースを上空からご紹介しましょう。少し走るとどんどん開発されていく箕面の姿を見ることができます。昔の千里川を知る私からすれば、これが千里川という感じです。この雰囲気はどちらかというと神戸的ですね。いくつもの洒落たお店があり、目移りします。171号線のすぐ北に木戸ヶ池という池があります。池の周りにウッドの道があり、ぐるぐると回ることができます。ではしばらく千里川を下る映像をお楽しみください。